はい、おはようございます。先週10月31日の地方幹事会におきまして、私は党代表を辞することを表明いたしました。まあ、その際、公認の党代表候補の選定にあたりまして、常任役員会が行うことについて、この中央幹事会で、ご承認をいただいたところでございます。先ほど行いました、常任役員会におきましては、まず来年の都議選、参議選をしっかり勝利していく必要があると。まあ、さらにはこの少数与党となったこの難しい国会をですね、しっかり乗り切っていく必要があると。まあ、さらには党再建に向けてですね、しっかりリーダーシップを発揮していく必要があると。まあ、こういった現下の条件の下で、人選を進めてまいりました結果、斉藤鉄夫さん、現国土交通大臣がふさわしいのではないかという声が出まして、最終的に常任役員会全員の賛同で斉藤さんを推挙するということになりました。後ほど中央幹事会の皆様のご賛同をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上であります。